Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Et dans cet épisode, nous allons aborder le dernier donjon, puis enchaîner sur le dernier défi du mode histoire avant d'aborder l'après-histoire. Et je vous conseille vraiment de regarder jusqu'au bout parce que la fin est vraiment épique et exceptionnelle. C'est pour moi du grand Final Fantasy et une fin vraiment millimétrée à tout point de vue, aussi bien artistiquement qu'au niveau de la musique. C'est vraiment génial. Je vais donc vous laisser profiter de tout ça tranquillement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. の恐怖な獣に転じる。
Thank you.
最悪はこの程度ではない。真相を見せてやろう。 星は暗くなっていく。再び断りを紡がねばならない。
その獣は立ち塞がる。
メガセリオンを倒したか。 その戦いぶりでは不合格だ。やはりまだ私たちには及ばない。なり損ないの中では相当まともなお前たちでさえ、私が本来の力を使えばこのざまだ。私とお前たちの力の差が真なる世界と今の世界の差だと知るんだな。 確かにあなたの世界より不出来かもしれないけどね。それでもここで生きたいと、生きたかったとあがいていた人がいた。だから、はい、そうですかって手放したりできないのよ。 茶番だよ、その人生も何もかも。共造世界はもちろん、未だ統合途中の原初世界も、真なる世界を知る者からすれば抱きすべきまがいものだ。生きたい？バカバカしい。 お前たちなんて満足な命も持たないくせに。君がそうして否定するなら、私たちは何度でも立ち上がり、力を、言葉を尽くそう。生きるとは、そうやって行いを積み重ねていくことだ。 無駄だよ。お前は何者でもないんだから。世界は私たちが取り戻す。お前たちの歴史はどこにつながることもない。英雄なんていなかったのさ。 あなたの言う通り、私たちの紡ぐ歴史もいつかは途絶え、それは今を諦める理由にはならないのよ。そうして歩みを進めるうちに、先で待つ誰かのもとへたどり着くこともありましょう。未来へ継がれることを望んでいるのはあなたも同じではないのですか。 なり損ないごときが私たちの願いを語るな。
わからないやつだな。今さらそんな風に抗って何になる。お前はもう戦えない。戦う目的がない。お前の冒険はここで終わる。それ見ろ、光の暴走の再開だ。さあ委ねろ。化け物になり果てるがいい。私たちから奪った世界でのさばってきた罪深き連中をお前が食らい尽くすのだ。今のうちだリー。なあ、あと一歩進む力があったら、この世界を、すべての世界を救えるか。魂ごと持っていけ。世界はまだ終わらせない。冒険はどこまでだって続いていく。お前、なぜそこに。いや、違う。あいつじゃない。ただのなり損ないだ。それが一人立ち上がったところで何になる。いや、一人にはさせないさ。檻を抜け出してきただと。愚かな。死んでもおかしくなかったはずだ。逆だよ。このままじゃ死にきれないから這い出してきたんだ。さあ、時空を超えてきたれ。ひとたび我らに力を貸したまえ。彼方の勇士、まれなる強者たちよ。
どいつもこいつも諦めの悪い。いいだろう。そこまでして望むなら最後の裁定だ。勝者の歴史が続き、負けた方は反逆者として名を記される。この星の物語における悪役がどちらか決めようじゃないか。我は真なる人にしてエメトセルクの座につきし者。斧が名をハーデス。暗きに眠る同胞がため世界を奪い返す者なり。全力で来い。私もまたあるべき姿で迎え撃ってやる。
なんて力かしら。ならば、覚えていろ。私たちは、確かに生きていたんだ。本当にお疲れ様。あなた、体は大丈夫なの？どうかなさいましたか？見えるのよ、彼本来のエーテルが。いわばゾディアークの信徒であるエメトセルクは光と対極をなす闇の力を使う。光と闇が全力でぶつかり合ったことで、あなたの中の光が相殺された。それだけじゃありません。エーテルの乱れによって崩壊寸前だった魂が、なんというか補われているんです。私、戦いの前、結局あなたに何もできなかった。それなのに、なぜあの時何があったんですか？
レッド、その、申し訳ないことをした。みんなにも、あなたにも。まったく、その通りだ。おい、本当にあいつらがあっちの海に入っていったんだな。あいつらっていうか大きなクジラがですね。絶対にアルフィナちゃんたちよ。それで、あの子たち何かをやり遂げたんだわ。この空が何よりの証拠じゃない。ああ、きっとその通りだ。だから、間もなく戻ってくるさ。ほら、今に。本当に、絶対戻ってくるわよね。そうじゃなかったら、私…ただ…大丈夫だから、泣くな、な。お、見てくれ、浜辺の方。無事か？おかえりなさい。まさか最後に泳いで戻ってくることになるとは。私はもう限界だ。ちょっと、アルフィノ？大変です、ウリエンジがいません。どこではぐれたんだあいつ。私探してきます。いいわよ、きっとすぐ追いつくわ。ねえアルフィノってば。みんな、お帰りなさいなのだわ。こうして第一世界は救われた。エメトセルクの残した魔力が切れれば、アーモロートの火は消え、元の開口に戻るだろう。グルグ火山もいつかは落ち、
あの巨大なタロースでさえ風と雨に崩れゆく。この冒険はそうやってここからまた始まる世界の遠い神話になっていくに違いない。それでも正解に帰ったエーテルが巡り巡って再び命として芽吹くように。その英雄の冒険は誰かの勇気として受け継がれ、受け継いだものの新たな一歩がまた別のものを奮い立たせる。そうして失われずに続くのだ。あなたの遥かな旅路も、道を譲った誰かの存在も。これはそんなつながり続ける世界を行くある英雄の。あの闇の戦士様なんだよね。ねえ教えて、お兄ちゃんはどこから来たの？どうやって強くなったの？